キャスカのお守りを頼むぜ。はい、私に任せてください。キャスカさん、あなたには随分とむごいことをしましたね。謝罪します。さて、追っ始めるか。はあ、これでよし、終わったわ。最後に大きな仕事になったわね。懐かしいのではなくて。まさかこれを持ち出すことになるとはね。これがどれほど危険なものか、お前に分からぬ道理はあるまい。分かっているわ。ずっと見守ってきたのですもの。でも、なればこそ、これからの旅路で、あの子たちには必要なものとなるでしょう。因果なことだ。いいえ。私はそうは思いません。人は同じ過ちを繰り返すように見えるけれど、因果は決して円環ではない、螺旋なのです。あの子たちがあなたや私と同じ道を選ぶとは限らない。確かに。来たわね。私の霊力も随分と弱まってしまったのね。こうもあっさり結界を破られるなんて。戦ってくださるの？でもどの道私は。なればこそ安らかにあれ。ありがとう。あなたの真心忘れないわ、古き友よ。魔女っ子シール家の鬼退治、ここいらの新しい伝説になるわね、きっと。そんなことない。私にできたのは些細なことだけ。クリフォトが閉じたのは何か別の力、私の術ではない。ガッツさん、どうしたんだ。傷は塞がったんじゃねえのかよ。いいえ、これはかなりの深手です。肉体の傷は確かに塞がっていますけれど、幽体の傷が癒えずにそのまま残っているのです。大したことはねえよ。ちょいとした立ちくらみみてえなもんだ。肩ぐらい貸しますよ、不本意ながら。いいって。ガッツさん、私たちが脱出した後、一体あそこで何があったのですか？ぶん殴ってやったんす、こいつで一発。天使気取りの化け物を。そんなことが。人間にそんな上位の霊体と戦える手段など。あの剣、隔離用のものを切り続けることでその力に特化したあの剣なら、もしかしたら。何このオドの流れは。森の奥、館の方角。ファルネーゼとキャスカはここで待ってろ。館にヤバいのがいる。トロールなんて目じゃねえ奴らだ。
森の結界が消えている。お師匠様が危ない。こいつらじゃねえ、もっとやべえのが来てやがる。奴らは俺が引きつける。お前らはばあさんのところへ行け。シールケさん、行きましょう。
必死に守ってんのか、ばあさんを。話すものとだけ言っておこう。そうだ、覚えているぞ。我らが主転生の時、食の地に出現した騎士、あれは貴様だった。あんた、なぜここに。この館の主とは縁深きゆえ。そうか、だからあの時トロールの巣に。結界の力が弱まっている。
このままじゃ持たない。相まみえるとはな、因縁か。貴様の噂は耳にしている。使徒を買って回る黒い剣士、ゾッと。てめえがどうしてここに。まさかてめえらの主ってのは。知れたこと。人外が主と定めるはこの世にただ一人。殿、この者の相手、このグルンベルドにお任せいただきたい。ふん、よかろう。かたじけない。このグルンベルド、鷹の団の一武人として黒い剣士に一騎打ちを所望する。何、今こいつなんて。どの口でほざきやがる。貴様らがどの口で鷹の団だと。戦追を食らってへし折れんとは。だが貴様の戦いぶりは何だ。何の抵抗もせずに吹き飛ばされるのみではないか。なんて一撃だ。波状突いても打ち込まれたみてえだ。人の姿のままだってのに力は波の使徒以上。シール家、よくお聞きなさい。我がマナ弟子よ、あれを黒い剣士殿に。あれってまさか。それよりこのままではお師匠様が。あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。人が時の断りを超えて生きながらえることがいかに罪深きことか、魔術師のあなたになら分かるはずです。でもやっぱり寂しいです。私、日だまりの元の膝枕もゴーレムたちとの午後のお茶もみんな亡くなっちゃう。燃えてしまう。おい、どうすんだよ。このままじゃ。宝物庫へ向かいます。そこにガッツさんに渡さなければならないものが。あの人が私の運命なのかどうか私には分かりません。
けれど今あの人を救えるのは魔術師の私だけ。レイジュの森の魔女フローラの弟子である私だけなのだもの。戦士として我が戦鎚にてほふるにはあたわぬ。木っ端となりて懺悔せよ。やられる。ガッツさん、すぐこちらへ。シールか。隠れた黒い剣士、これ以上まだ集体をさらすか。あんなすげえものもっと先に。あれはそんな生優しい代物ではないんです。危険です。これ以上あんな戦い方、ガッツさんは傷が癒えたわけではないのに。あれはドワーフによって作られた呪物、強戦士の甲冑です。見事この一騎打ち、貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦しよう。ほう、使命、我が主のために光の鷹の使徒としてお相手つかまつる。使徒として授かりし、この力を用いて黒い剣士を葬る。ドラゴン。バカな、こらえただと。人
との攻撃を人間が。おい、今骨がいっちまったんじゃねえのか。甲冑です。甲冑が折れた手足を補強しているんです。肉を貫き骨に食い込んで。どうしてそんなヤバいもん瀕死のガッツに着せたりしたんだよ。堅牢を誇る我が攻欲の皮膚に亀裂だと。ありえぬ。戦い方がだんだん人間離れしてくぜ。人間、そう、あれじゃまるで、まるで。気に耐え、あまつさえ傷を負わせる貴様、一体。おい、あの体で暴れ続けたらガッツが死んじまうぞ。どうしよう、私のせいだ。また私、どうすれば。あなたがやるのです。己の未熟を知り、力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはず。あの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのです。やってみます、お師匠様。私、あの人を。これは炎、怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない、流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して、自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出して、あなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために、人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。旅、戦い、わけ、これは誰だ。知っている。思い出して、彼女の名はキャスカ。キャス、あなたの名はガッツ。楽園の剣士ガッツ。楽園の娘キャスカを守る者。さっさと逃げるぞ、敵が迫ってる。でも、お師匠様がまだ。お行きなさい。もうこの森も長くはありません。巣立ちの時が来たのです。ここより出て己の道を探しなさい。あなたと過ごした日々は短かったけれど、私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでした。ありがとう、お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を、愛しき子よ。さよなら、私の日だまり。
これが海かよ。と、でけー。楽しそうですね。石泥さん山育ちだそうですから無理ないですね。海見たぐらいではしゃいじゃってお子ちゃま。こんなのただの大きな水たまりじゃない。いいもんだな。もうねえと思ってたぜ。日が沈むのをこんな穏やかに眺められるなんて。また眠れる夜が来るなんてよ。再び眠れる夜がやってきた。だが黒き甲冑をまとうその体には異変が起きていた。散歩か。確かにこの月明かりじゃなかなか寝つけねえな。ガッツさん、傷が痛むのでしょうけれど、無理してでも休まれた方が。夜の海ってのはゾッとしねえな。ぼーっと眺めてるとこの真っ暗なうねりの底に吸い込まれちまうような気がしてくるぜ。私、海は初めてなんです。お師匠様がおっしゃってました。海は隔離音と通じてるって。美しくて優しい、不気味で恐ろしい。そんな風に万人の心の琴線に触れる風景、そういう場所は必ず隔離音とつながってるんだって。あの頃は想像するだけだったけれど、こうして海辺に立ち初めてお師匠様のおっしゃった意味が分かりました。私は今見知らぬ場所にいる。あれから少ししか経っていないのに、とても遠くに来てしまったような気がする。私はもう戻れない旅に出たんだ。できすぎなんだお前は。そうやって小利口に自分の中でまとまったり、他人の気遣いばかりしてる方が気が紛れるかもしれねえけどな。そんなこと。ガキの自分からそんなことばっかやってるとひねた大人になっちまうぜ。ひねた大人の見本がよく言う。お気遣いなく。私たち魔術師にとって親しき者と死に別れるということは、あなた方宇津代の人々にとってのそれとは意味が違うのです。隔離代と宇津代の両方に身を置く魔術師にとって、死とは終わりではなく新たな偉大な生命へと羽化することで、決して、シールケ、決して悲しむことでは。なんだかスッとしました。目と鼻が潮風でピリピリします。実を言うと俺もだ。体中な。あ、やっぱり無理してる。そっか、シール家ももうお年頃か。でもまさか初めての人がこんなおじ、もっとい年上だなんてね。イバレラ、ワイルドな年上の人に初めて芽生えた少女の淡い思い。いやー、くすぐったい、ラブリーン。客だ。あんた、やはり生きてたか。その言葉、そのまま返そう。今日は何の用だ。見舞いに来たわけじゃねえんだろ。あんたがここにいるってことは、まさかこの近くに使徒が。目はいくつかの色を失い、舌は味を失う。指先は震えに疲れる。どうしてそれを。それは兆し。その鎧を帯び強戦士として戦いを重ねれば、光、声、ぬくもり、
多くのものをお前は失うことになる。さすがは我が家のオクラ出し呪いのアイテム、えげつないわ。そんな、いけすかねえな。相変わらず何でも知った風な口ぶりだぜ。ご忠告痛み入るがね、あいにくそんなことにはなりゃしねえよ。もう二度とあんなざまにはならねえ。次はシラフでこいつを使いこなしてみせるぜ。そうです、そんなことにはなりません。私がそうはさせません。失礼ですが、あなたとお師匠様は一体どのような間柄なのですか？この甲冑はもともとあなたが身につけていたものなのではありませんか？レイジの森の魔女のマナ弟子だけあってなかなかに探しいものだ。いかにもその鎧は我が身におびしものであった。遠い昔、我らが時の断りの中にあった頃、我らは友だった。ちょうど今のお前たちのように。その鎧に宿るオドは決して消えることのない炎と同じ。火種はくすぶり続ける。木があればたやすく豪華と化す。たとえ呉服が施されていようとも夢夢侮らぬことだ。お前が人としてあり続けたいと望むのならば。